こんにちは、ゴンちゃんです。今日は福岡市博多区千代の歴史を深掘りしてみましょう。昔の千代を知る人の中には、柄が悪い、あそこに行っちゃいかんばいと、何やら物騒な町のイメージをお持ちの方もいるようですが、本当にそうでしょうか。博多にはいろいろな町がありますが、千代の歴史を知れば知るほど、柄が悪い町から行ってみたい町に心変わりされるかもしれません。皆さんがあっと驚くようなさまざまな事実が次々と出てきますので、どうぞ最後までご覧ください。千代は現在では地図のように石戸川、現在は三笠川とも言いますが、この動画では昔の地図に沿って石戸川に統一しております。この石戸川河口から千鳥橋交差点、さらに石戸川沿いの国道3号線を東に進み、妙見口までの一帯を合わせると鳥のような地形になっていますが、昔はちょっと違っていました。江戸時代はこの石戸川の北河口から箱崎郡一帯にかけて、浜辺約2キロにわたり鬱蒼とした松林が続いていました。この松林は箱崎郡の応仁天皇ゆかりの聖なる神木として大切に保存され、中世には大内氏など時の支配者によってたびたび伐採の禁制が出され保護されてきました。日本国内のみならず、朝鮮や中国などの記録にも十里松の名称で知られ、また家人たちにより名所千代の松原として読まれてきました。慶長17年1612年には黒田長政は小堀久右衛門に命じて、松の皮を剥いだ者でも捕らえて処罰せよとし、そのため松は折られることなく栄えていきました。当時の博多の人々にとって松の落ち葉は貴重な燃料になったので、箱崎村、片笠村、前田市村と博多の者との間に落ち葉をめぐってたびたび争いも起こっていました。そのため福岡藩は寛文3年1663年に松原の採取について、博多が6部で4部を郡地に分けると沙汰をしております。その後も判明により箱崎から桃地一帯まで松の植林が行われておりました。千代の松原から湧き出る松源水は名水として名高く、天正15年1598年に秀吉が九州征伐の際に、この地で千の利休、神谷宗旦らと共にですね、茶の湯の会を開いたそうです。利休はこの松に鎖をかけて、利休自慢の雲龍の小釜をかけて落ち葉を拾い集めて火を起こし、この松原水でお湯を沸かしてお茶を立てていました。千の利休の釜かけの松は九州大学医学部校内に石碑が立っています。これは本当かどうかは分かりませんけど、まあ、歴史的には非常に見る価値があるということで、ゴンちゃんも行ってきました。また地下鉄箱崎線千代県庁口駅7番出口付近にある松原水の井戸跡にある案内板には次のように書かれています。ちょっと読んでみましょう。明治初期、まだ井戸水を利用していた頃、博多部の井戸水は水質に恵まれず、そのため飲料水は当時の中郡千代村一帯で、現在のこの千代ですねに続く千代の松原の砂地から汲む井戸水を運んで賄われていた。これも次第に立て込む人家の家庭汚水で利用できなくなってきた。そこで明治29年1896年、福岡市は飲料水確保のため千代村片笠の東公園の国有地約1アールを年間1円8銭で借り受け、公費50円で施設の井戸水を掘った。これが松原水の起こりである。明治34年1901年には福岡市による施設井戸取締り規定が定められている。井戸には監視を置くこと、汲む者は給水許可証を携帯すること、料金は180リットルに10銭などと細かく規定して本格的に管理された。このようにして業者も水桶12個積んだ第8車をガラガラ引いて
個別に配達したため、上水道通水大正12年まで松原水売りは博多の風物詩でもあった。なお明治33年1900年に大正天皇が来福の際、飲料水として使われ、記念の石碑がそばに立っていると書かれています。案内板を要約すると、明治初期には千代周辺は松林で、その砂地にあった井戸から水を汲んでいたけれども、人が住み始めて水質が悪化して使えなくなった。そのため福岡市の主導で東公園のこの場所に井戸が掘られ、これが博多の水のライフラインになっていたということなんでしょうね。この千代の松原、現在の東公園前田市を含む一帯は中郡片霞村でしたが、千代という名前が出てきたのは明治22年1889年です。この片霞村というのは、当時の地図を見ても分かるように、現在の博多駅、比叡、福岡空港まですっぽり包んでいます。そして明治29年1896年には、中郡は筑紫郡と早良郡に分かれ、千代村は筑紫郡に入り、大正元年1912年に千代となって、蓬莱町、政子町などいくつもの小技を持つ町になっています。千代が発展したのは、現在の石戸川沿いにある濡れ切塚から松原の中に左右に分かれた2つの道がその起点となっています。一つは現在のウエストあたりから箱崎に行く箱崎道と、2つ目は郡境の金出村、現在の笠谷郡笹栗町に通じる金出道というのは、今の千代602号線です。金出道は笹栗道とも言い、笹栗飯塚行橋中津へ出る街道でした。黒田長政は中津より筑前、今の福岡に入国するとき、飯塚と笹栗の境にある八木山峠を越えて、この金出道を通り福岡へ入っています。ではこの2つの道路がどのように開発されていったのか振り返ってみましょう。まず松林が茂る旧唐津街道でもある箱崎道、現在の大学通りも含みますが、通る松原一帯を整備して東公園を作り、環境保全を兼ねた公園取締官を置いて、明治12年1879年には公園内にはなんと競馬場があったんですよ。そして遊技場も作り、その後競馬場跡には明治37年1904年には亀山上皇の銅像が建てられたり、すぐ近くに日蓮聖人の銅像も建っています。競馬場があったということはすごいですね。面白いでしょ。また明治43年1910年には庶民の娯楽の殿堂と言われた博多座が、おっぺけぺー節で一世を風靡した川上音次郎によって建設されました。でこの時の博多座は明治22年に完成した東京の歌舞伎座をモデルにして建築された洋風建築の劇場でした。博多座の前を路面電車も走っており、芝居見物にやってくる人は東車庫前という停留所で降りて行き、地方から来る人は国鉄吉塚駅で降りて徒歩5分で博多座に行くことができました。当時はまだ電灯が普及していなかったので、松林の中にある博多座周辺の道路には街灯もついておらず、昼でも暗かったようです。電灯がつくようになったのは明治30年頃なので、芝居の開演時間はいつも午後2時となっていました。ちなみに現在下川端町にある博多座という名前は一般公募から選ばれており、昔の博多座とは縁もゆかりもありません。この博多座跡地は現在の前田市一丁目にある博多税務署になっています。現在東公園の名物にもなっている亀山上皇と日蓮聖人の銅像をめぐる建設にも面白いエピソードがあるので紹介しておきましょう。福岡に現行に記念するものが何もないのはいかんということで、明治21年1888年1月に当時の福岡県警察署長だった湯治武雄さんという人が現行記念碑建設運動を起こし、義援金募集の新聞広告を出したのがきっかけとなり、福岡県知事たちや地元の有力者が賛同することになって建設の運びとなりました。当初は北条時宗の騎馬像が建設される予定で、すでに銅像も完成間近だったんですが、
有力者や募金運動の団体から時宗像では困るという文句が出て、すったもんだの末に1904年12月24日に亀山上皇像が建ちました。元寇という国難到来にあたり、一心を神に捧げて勝利を祈願した即体姿の亀山上皇像は、博多出身の彫刻家山崎長文により作られました。台座正面の敵国降伏の文字は、有栖川宮樽仁親王の直筆によるものです。また台座には石膏の名前が刻んであるのですが、福岡出身の第32代総理大臣広田光輝のお父さんである徳平さんの名前も刻まれています。この銅像の高さは 4.8 メートルで、先に立っていた日蓮聖人像より少し小型だったので、台座を高くして冠の柄を長くして日蓮銅像より33センチほど高くして天皇の威厳を保ったそうです。元寇を予言した日蓮聖人が立つ八角の台座の周りは、蒙古襲来及び日蓮が民に施す姿を描いたレリーフが埋め込まれています。ゴンちゃんが取材中にですね、レリーフ一枚一枚に手を当てられ、何やら祈願されていた年配の男性の方に尋ねますとね、子供の頃から自分や家族の健康を祈願しに、ここへ54年もお参りに来てるそうなんですよ。ここでゴンちゃんもあやかってレリーフに手を当ててね、八角を一周しました。どうぞご利益がありますようにということで東公園に位置する十日恵比寿神社は、宗福寺裏手松原にあった松原恵比寿屋が明治12年1879年10月に、これ福岡県の指示により現在地に移転してきました。博多商人は1月10日に恵比寿社に参って、恵比寿様からお賽銭を拝借し、翌年にこれを倍にして返す恵比寿狩りという風習が広まって、現在の十日恵比寿の原型になっているそうです。現在では1月8日から11日までの十日恵比寿の期間中は、吉塚駅前から公園内の参道は人出が多くなり、境内の参道両側には露店が並んで縁起物が売られています。9日には博多県版の博多芸妓衆の勝ち参りが行われ、祭りに彩りを添えています。この東公園ですが、昭和3年1928年に福岡市に編入されて千代になりました。空襲の被害はなく、戦後の町名改正で昭和49年1974年7月から千代1丁目から6丁目と東公園の7丁となり、昭和56年1981年には公園内に福岡県庁、福岡県議会、福岡県警察本部、福岡市民体育館、千代小学校といった公共施設などが大半を占めており、福岡県政治の中心地にもなっています。現在の吉塚駅から徒歩、まあそうですね、5分圏内にあるんですけど、また千代4丁目の真横なので、地名は千代や吉塚の東公園と名乗っても良さそうですが、地名は劣気とした博多区東公園なんです。昭和8年1933年8月20日昭和天皇即位御大典記念事業として、東公園内に動植物園が開園したんですよ。昭和19年1944年5月20日戦局悪化のため閉園されて、8年の空白を経て、昭和28年1953年8月22日現在の福岡市中央区南公園に移転されて、福岡市動植物園として親しまれています。このように競馬場や博多座、動植物園があった当時の千代はかなり賑わっていたということがお分かりいただけると思います。太平洋戦争末期の昭和19年1944年、戦時下の厳しい状況から、東公園にあった動植物園及び各地の動物園にいた猛獣は殺処分され、小動物も剥製にされ、全国の動物園は閉園しました。東公園にあった福岡動植物園の跡地には、昭和24年1949年に福岡中学校が開校し、その後昭和59年1984年には前田市小学校が当該地に移転し、専門には当時の動植物園の門柱だった2基の象の頭のオブゼも当初の姿に復元され、向かい合って設置されています。
設計者は不明ですが、象の装飾や門柱の形はドイツ・ハンブルグ市のハーゲンベック動物園の門を真似したとされています。昭和初期に動物園が設けられ、11年後に閉園せざるを得なかった歴史を証言する遺産として重要であり、しかも場所を変えず子供たちに深く関わりながら立ち続けている貴重な文化財ですので、見る価値はあると思います。千代の歴史を紹介する上で忘れてはならないのが、福博の代表的な花街があった水茶屋です。現在の千代2丁目から3丁目にかけてですね、元文5年1740年に石戸川の濡れ衣塚がある周辺に小山町半右衛門、浜口町善蔵らが水茶屋、いわゆる料亭の開業を申請して許されたので、ここを水茶屋という町名にして、柳町遊郭に対抗したこの一帯を新茶屋と呼ぶようになりました。明治7年1874年には貸座敷の兼業も許可されて、明治20年1887年頃には料亭10軒余りが立ち並び、周辺には人家も急増して、水茶屋は博多随一の下流会になっていきました。ゴンちゃんの別の動画、柳町遊郭の歴史や博多芸者の歴史でも紹介しているように、水茶屋の料亭は新柳町遊郭の料亭と比較しても別格で、高級遊郭としてゲーム遊びも一流でした。その水茶屋一の料亭時和館は、明治22年千代村新茶屋、現在の千代2丁目に建った木造3階建ての集会所、修正館としたのが始まりです。明治32年に料亭時和館と改称され、以来福博の代表的な社交場として華やかな話題を残しました。伊藤博文、井上薫、西郷嗣道ら中央の政財界の実力者をはじめ、地元の遠山満、平岡幸太郎ら現用者の人々、中国の革命家孫文や高校炭鉱主、文人、画家などがやってきて遊んだそうです。昭和15年に時和館は料亭を廃業し、産業戦士の宿舎奉公館となりました。写真は大正期の時和館の玄関に勢ぞろいした水茶屋鍵盤の切れどころです。時和館があった場所を指す石碑が現在も立っています。ウエストの真向かいにあるガソリンスタンド横のビルがそうです。文字通り政財界のリーダーや博多商人をもてなす社交場でしたが、新茶屋の繁栄は短く、明治22年1889年貸座敷を禁じられてから急速に錆びれ、日清戦争後の景気反動で全ての料亭は廃業または移転して、花街新茶屋は消えていきました。明治34年1901年には相生鍵盤を脱退した老朽や芸妓たちが水茶屋に移り、鍵盤置屋を建てて双葉町を作り、水茶屋芸者と名乗り、趣を変えた新しい社交場となり、にぎわいを取り戻すのですが、中洲に客足を取られて急速に錆びれていきました。この辺りは空襲を受けずに新茶屋時代の建物が今も残っております。戦後の町名改正で千代2丁目3丁目になっていますが、西門橋付近一帯はその頃の面影を見ることができます。柳町遊郭や博多芸者の歴史について概要欄に URL を記載していますので、ご興味があればご視聴ください。現在のレジェンド大学通り、冒頭に紹介した箱崎堂ですねにある旧大病院は東区前田市になりますが、昔は粕谷郡片笠村で、ここも千代の一部でした。この通りは分かりやすく言えば県道21号線で、地図上では福岡直方線になります。旧大病院から南に500メートルほど行くと総福寺があります。慶長の中頃、黒田長政が筑前の藩主になると太宰府にあった総福寺を現在地に移転再建させて黒田家の菩提寺としております。他には豪商姉妹宗室、現用者の遠山満などのお墓があります。当時お坊さんが集まって修行する伽藍と言われる場所は海岸まで続いており、広大な敷地を誇っていましたが、福岡大空襲により建物などが燃えて跡形もなく、ほぼ現在のような敷地に再建されたそうです。三門は福岡城の本丸表御門を移築し、唐門は名島城以降を使っていると伝えられています。
明治29年1896年、宗福寺の東側に東中洲の県立病院が移転することになります。この病院は現在の九州大学医学部附属病院の前身となるもので、県立福岡病院が福岡医科大学となって一般患者の診療を開始したのが明治36年1903年4月からでした。この医科大学開校に伴い、石戸川沿いの向かい側柳町遊郭は風紀上の都合で新柳町、現在の中央区清川へ移転することになったのは、有名な話です。千代より先に大学病院付近だけは大正2年1913年に福岡市に編入されて、大正8年1919年には大学通り1丁目から3丁目の町名がついております。大学通りは路面電車が通るようになり、医療関係者、患者、家族などの往来で賑わうようになり、旅館や薬局、食堂など病院に関係のあるお店が並び発展していきました。ところが発展途上に思いもかけない事件が発生します。いわゆる九大特診寮事件です。事件の概要を紐解けばこうです。1925年7月18日、福岡日日新聞、現在の西日本新聞の前身ですね、が九大病院に黒い手が伸びていると大きく報道したのです。これは九州帝国大学医学部附属病院の充実に伴う診察希望者の激増につけ込み、医学部教授の一部と特別診療を斡旋していた薬剤、薬局、旅館などの業者による不正が摘発されたのでした。当時福岡でも大きな事件となり、九大病院と少しでも関係のあった業者や個人などにも捜査の手が伸びて、最後は議会での議論や市民大会などにも発展していったのです。捜査の結果、1925年の8月12日、九大フィルハーモニーオーケストラの創始者でもある榊康三郎博士を含む教授3名、講師1名、助手1名が辞職に追い込まれました。大学通りは空襲を受けずに、戦後の町名改正で大学通り1丁目は千代4丁目に、大学通り2丁目は前田市2丁目に、大学通り3丁目は千代3丁目になりました。冒頭でご紹介した2つの道には路面電車が通るようになり、箱崎道を挟んだ左右には宗福寺、九大病院、県庁、警察本部が立ち、東公園の南側には吉塚までの電車沿線に青果市場、ガス会社、専売公社をはじめ、いろいろな町屋が続く通りになっていきました。というわけで、ここまで江戸時代から明治、大正、昭和の戦前までの千代の歴史をたどってきました。では冒頭にご紹介した柄が悪い町、あそこに行っちゃいけんと言われていた場所は千代のどのあたりになるのか、それを次の動画千代第2弾でご紹介しますので、楽しみにしてください。この動画が良かったと思われたら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。